コビッグマウス、効果マスターマスターで行います。DJ モルトイ。Bring that beat!よー、3回戦目突入、お前のそのヘッドフォンなんだ、早く外せ、バックも置いとけ、そんな装備で俺に勝てると思ってんのか、カス、お前はまだまだ俺にはお茶の間のカスみたいだぜ、バック、バック、俺のラブプレゼント for you、 まだまだお前は俺に勝てないぜ。わかった、ヘッドフォン、そんな感じで消しとこう、プーって言われて終わり、ここで空気読めないから、スープに入れたらそこで溶ける、まるで炒めすぎた人参、また形ないから二十歳前になってる、まだまだやろうぜ、yeah, yeah. お前が外ってるハット、俺の目の前から消えなパッと、だから俺はまだまだ負けない、ここのコミュニティ所詮は全然、俺まだまだまだ少年、ここで勝つのは当然で、お前には負けねえ、俺は向こうに行くため、さっき頑張った、はい、ミスター少年で、でも子供だからもう年で、そんな感じで泣いてるバブバブ、それか俺が言ってやるラップ、ファック、ここでアップだ、決めながらカウントだ、始まるお前一番とかってやれないから一分半、こんな感じじゃいい分じゃない、俺のカー、オーケー、判定に入ります。先攻、ビッグマウスが勝ったと思いましょう。後攻、マスオマスターが勝ったと思いましょう。勝者、マスオマスター。よって、日曜日にはマスオマスターが勝ち進みました。先攻を刻む、後攻、アスヨシです。DJ ポルソイ、Bring that beat!ここまで来たら誰もがそうだ、上がりたい、あの上のステージ、ステージ腕にこうやって腕磨きながらもやってきたから、ステージリラックスがどんなスター、盛り上がるまで言葉を放つ、そこでラプスターどこ盛り上がるパン、いつだって今日は俺の出番、ステーキステーキ、ここお前は最後のステーキ、違うよ俺にかぶってサイコロステーキみたいなもん、ここで俺がこいつが絵が暗い、本当にちょっとネタくさいみたいな、ここで甲子園目指すラインの方がまだ足だ、ここでそう、もちろん学ぶよりも俺が聞きたいのはもちろんサービス、そう、横浜レフェデンステーマかかってこいよ、どうしようもなく、つまりよりに、こうやってこの気持ちもいい、ラップしながらもいつもフリーキー、いつだって好きに、ここで好きにやりながらテクニ、まだまだエグい、ラップしながらやるだけでテクニ、まだテクニ、テクニックが次元、ラップするエグい、今日は俺がスタート、テクニック、テクニック、俺のほうがテクニシャン、っていうかそこら辺のセクシーギャル、俺についてこいよ、楽しませてやるよ、みたいな感じ、ここで一旦自分って、ここでフロー、巻き出すブロック、ボディブロック、食らわす、お前落ちるのが知らね、ここで肩さ、クリスタルク、マジお前ら首振らす、オッケー、判定に入ります。先攻、キザルが勝ったと思いましょう。後攻、アスヨシットが勝ったと思いましょう。勝者、キザル。先攻聞くまで後攻、エビスで行います。 DJ ボルソイ、Bring that beat。 MC、MC、チビデブ MC、 よくさっきサイファーやったけど、あの程度の程度のフィスタリーやったって、この現場じゃロックされねえよ、言語使いこなしたもん勝ちならば、ヒップホップもっと勉強されてきてから、この現場で勝負、どっちが勝負か確かめようぜ、お前と俺の価値観、勝負とかさ英語使うんじゃねえよ、言語障害、それよりお客さん歓声をちょうだい、みたいな感じだ、ホールがこっからかましてくるから、聞くまでなんだその髪型、出せよ昭和か、いえ昭和か、さてにやるべこの設定を中止なら、まだその程度ってことを言ってるのかわからねえのか、この意味知り大きい、こんな感じどんな感じ、英語日本語使っちゃってもうやりたいのかしよう、このフロー楽しんだもんがシップならお前の価値はないぜ、だからこそ握ったマンガポップダイヤモン以上の輝き見せるためにあの場所に行きたい、 Go! 髪型のこと言うなとかさ、おめえもキモいとかデブとか言ったじゃねえかバカ野郎、こういうの気にしてんだよ、ダイエットしてんだバカ野郎、バカ野郎キクマルが勝ったと思う人、高校エビシが勝ったと思う人、勝者エビシ。
なかなか伝わるものがありました。選考会高校コペルで行います。 DJ ボルトイ Bring that beat。 いやマジコペルさんよろしくお願いします。だがお前は今ここでこけることが決定。すぐに出せたんだひたすらそんなもんだ。明日日曜日のお前は買い玉もうない。目の前はガチャプチいつでもそんなガチがこんなところでも B-Boy に外れひたすらフリースタイルバトル。何が待ってるのかなわからねえ。この先はある中先はやる当たり前じゃが緊張のあんた天気ならばるガキバルグチなんでも夢でならばすっさあんたに勝てる楽勝に勝ったあんたなんか何言ってんの味がとってもあんま聞こえねえ。どういうことマイク使って野外だからか関係ないね。いやマジ申し訳ございません。まだまだランクは芸の芸だからこんな感じです。こんなゲゲゲの北のバリとそんなリモコン消えた見たけこのマイク操る俺はどうか知ってるかわからずただひたすらもう俺もこの自己表現するしかねえがただひたすら自己嫌悪なってたこんな感じでリズム使うこんな口。高校コペルが勝ったと思う人、コペルがメインステージに出場です。いきなり出てきてすごいパフォーマンスでした。